大白の使者かっこ薄い問題。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、龍です。さあ本日なんですが、カオスソルジャー大白の使者をねまた活躍させていくデッキを組んできたんですが、この間の超戦士カオスソルジャーのデッキ皆さんご覧いただいた方いらっしゃるかなと思うんですが、超戦士カオスソルジャーのデッキでこのガイアソルジャー出してきて、こいつリリースしてこれ持ってくるっていう動きしたじゃないですか。ってことはですよ、もちろんね竜騎士ガイアとも相性いいんですよね。ということで今日は、竜騎士ガイアに怪白の使者ぶっ込んできました。はい、最強です。これどういう動きができるかっていうと、シンプルにね相手のモンスターをねとか魔法トラップを破壊して、で竜魔の騎士ガイアをリリースしてガイアソルジャー出すと、でガイアソルジャーリリースして怪白持ってくるっていうね、このねなんかぐるぐるしてるこの、ザ竜騎士プラス暗黒騎士みたいな動きができるんですよ。これ超かっこいいっす。これ見てほしいと思って、今日はデッキを組んできました。ギミックはなんかあんま説明することねえなと思って魔導騎士ガイアで融合していくだけなんで、基本的にはでドヤ顔で竜魔導騎士ガイア立つて相手の、カードをなんか破壊しながらその展開していくみたいな感じのね、はい、そんな構築になってます。とりあえず竜騎士ガイアからの怪白の使者っていうムーブをご覧いただければなと思うんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津イシュタールさんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、隠れ巨乳お姉さんですね。はい、ちょっとねこれ怪白きすぎるですね。怪白、これ怪白2枚はいらねえなこれさすがに怪白2枚はやりすぎ問題。走破するガイア発動。走破するガイアの効果により暗黒騎士ガイアを相手に見せつけることによって、デッキからドラゴン族モンスターを手に引っ張らせてもらう。そして、魔導騎士ガイアを召喚。魔導騎士ガイアのモンスター効果発動。魔導騎士ガイアのモンスター効果により、極炎のカーソルドラゴンを特殊召喚。そして極炎のカーソルドラゴンの効果発動。フィールド上の魔導騎士ガイアと融合召喚を行う。現れろ魔導騎士ガイアかっこ、このモンスターは竜騎士ガイアとして扱う。ターンを終了。ちなみに竜騎士ガイアも出せるはずなんですけども、竜騎士ガイア出してるやつマジで見たことない。竜騎士ガイアくんマジでちょっと出したいんですけどね。俺あのモンスターの見た目超かっこいいから俺好きなんですけど、効果弱すぎる問題が発生しまして、ご好き、はいどうぞ。ご好き、ご好き破壊したところでなんだよな。ごつき破壊したところで感あるから、多分あのデッキ多分知らないかなんかですから、ヴァンパイアかもしれないけど、多分知らないだと思うから、知らないだとしたら、知らない後ろが強いので魔法トラップカードを割っていきたいといったところ。はいで、何らかのカードを墓地を送るが多分妖刀知らない。はい、正解。妖刀知らない正解。予知部入ります。2枚伏せエンドです。これ多分これ2枚伏せエンド、多分2枚伏せエンド。はい、3枚やめろ、3枚やめろ、3枚はやめてよし。メインフェル中の前、竜騎士ガイア交換。まずとりあえずエンドサイクルさせてもらって、サンダーブレイク強いな。オッケー、サンダーブレイクオッケー。であとは、捨てカードをなんとかして割りたいですね。なんとかして割っていきたいといったところで、デッキとか何かによるんだけども、メインフェイスは続けるかどうか。はい、エンドフェイスオッケー。俺のターン、ドロー。走破するガイア2枚はいらないよ、何してんだ。ぶち殺すぞ。とりあえずエキセントリックデーモン発動で、エキセントリックデーモンの効果により相手のフィールド上の魔法トラップカードを破壊させてもらう。さあどうする、さあどうなりしますか。とりあえずエキセントリックデーモンの効果発動しますよ。エキセントリックデーモンの効果により相手のフィールド上の魔法トラップカードを1枚を選択し、そのカードを破壊することができる。サンダーブレイク。走破するがやわれ、走破するがやわれ、走破するがやわれ。前へは生き残れ。なんか奇跡起きてですよね。すいませんでした。でも怪白が出せるから、俺は墓地の光と闇のモンスターをゲームから除外し、現れろカオスソルジャー怪白の使者。怪白の使者のモンスター効果発動。相手のフィールド上のモンスターに対してそのカードをゲームから除外する。バトルフェイズは移行しない。これでターン終了させてもらうぜ。さあお前のターンだ。いや魔法トラップはだいぶ処置したんで、そんな簡単にこの手方2枚から返されることないでしょと思うんだけど、どう。妖刀落ちてっから一応あれか、ゴズキとか出てくると終わるか、世界が。ゴズキ出てくると世界終わる説がありますけども、やばいかこれゴズキとか引かれたらやばい。でも30枚ですごく引けないみたいな。うわえ、おいもう何してんの、返せよ。わ俺のガイアおい何してんだてめえ。えでも攻撃表じゃん。あまあ、ですよね。お前何してんだよてめえ。おい俺の解約がセット。ああでもまあセットってことは妖刀か、多分妖刀ですねあれ。もう一枚妖刀。オッケー。なんかモンスター来て赤そうだ。あ天才。走破するガイア発動。走破するガイアの効果でドラゴン族モンスターを相手に見せつけることによって、魔導騎士ガイアを手札に加えていく。危ない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 。で魔導騎士ガイア召喚。あいつなんで攻撃表示なんだろう。ガイア使ったことねえのかな。とりあえず死者蘇生で魔導騎士ガイア蘇生されるっていう地獄みたいなこと起きましたけど、一応これで返しますね。はいで合計のカーソンドラゴンの効果発動。また融合をしていく。いけ、ま、竜魔導騎士ガイアを融合召喚。そしてこのモンスターはバトルフェイズでモンスターを破壊すると打点が2600アップするで。いけ魔導騎士ガイアよし。で竜魔導騎士ガイアの効果でターン終了で相手のターン。いや5200さすがに強い。相手だって除去しなかったら無理だもん。多分打点では抜けないはずこのモンスターを。セット弱、セット弱ない、セットは弱ない。狡猾とかいう最強カード来たけどセットバトルフェーズ入るしかねえ。バトルいけリーマドキシガイアでアタックドーン。オッケーでリーマドキシガイアの効果7800田代7800 なんだこの龍魔導騎士育成ゲーは。龍魔導騎士育成ゲーが始まったぞこれ。これあれか噂の龍魔導騎士ってやつか。龍魔導騎士ガイアを育成し続けるゲームね、龍魔導騎士。これは除外しているなんか知らないモンスターを含むなんかアネツ号2体特徴ができるよみたいな効果で、とりあえず魔導騎士ガイアの効果でこれ何なるほど。破壊されたらなるほど。まあどうでもまあどっちしてもどうでもいいんだけど、まあでもまあ妖刀大間の妖刀でいいか。大間の妖刀はいで1400で自爆特攻もできない。次のターン殺される。はいお疲れ様でした。おもう一人の僕行くよ。もう一人の僕なんて弱いんだこれ弱いな。これ地獄みてえに弱えな。いやおじけづきそうだなこれ。あまりにもおじけづきそう。カオスソルジャー開幕の下戻していく。カオスソルジャー開幕の下戻し続けてるんだけどさ、これ果たしてこのデッキは強いのか。まあサーチできるのは強いけどな普通に。で暗黒騎士ガイアオリジン見せつけて極炎のカーソンドラゴンをレベルに加えていく。いやこれ融合しないとさすが死ぬから、これ多分さ融合した方がいいよこれね。いやーこれ融合するしかないのかな。これこんなアドソンブームしちゃできないのマジ弱いけど、でも何もしなかったら絶対負けるよね。何もしなかったら負ける。で極限のカーソンドラゴンからのガイアオリジン特集でドラゴンズミラーを発動するしかねえアルティメットアドソンムーブしてるんだけど、マジこれ聖杯あるから一応こうして盾でセットでエンドですね。さあどうする闇ゆうきくんだいぶ弱い動き方。なんか世界一弱いガイア扱いみたいな感じ。動き方的にねトップ勝負。これで走破するガイアが一応生き残ってくれさえすれば、まあ次のデッキトップでなんかセットハッピーセット揃うかもしれないけど、はいモンスターを召喚。ああガイアガンマとかは全然いいや。大丈夫だガンマとかは全然いいわ。ガンマとかは全然いい。それはね特段問題ない。でレベル3が2体並ぶんだったら、あーめんどくせえなー。これはめんどくせえなー。これはめんどくせえ。まあでもゴルゴニック出してきたところで聖杯打てばメインフェーズ終了前。メインフェーズ終了前あエクシーズしないんだ。へえエクシーズしない。まあ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 ゴルゴニックがガーディアン出せばいいのにな。窓騎士ガイアは来た。窓騎士ガイアは来たで走破するガイア効果発動。走破するガイア効果で窓騎士ガイア見せてとりあえずドラゴン族を持ってくる。でもちろんこっちで聖杯でしょ、まあ、1枚破壊してぶん殴るよりもこれそのままぶん殴った方が強くなる。バトル1枚破壊してるかもしれないな。あガンマ OK、 ガンマ両、はいベータ両、ベータ両でデルタデルタ両、了解です。でデルタ特殊、デルタ特殊で特殊特殊からの特殊特殊からのデルタ効果によって何かしらのカードが出てくる。あじゃあ墓地送られる。でベータと、ガンマだからアルファか。はいはい OK です。メインフェーズは続けます。特にやることありません。バトルフェーズ入ります。殴ります。で5200なります。でターン終了するしかありませんと。いやーこれ展開されて、まあ、聖杯とガイアあるんで、まあ、一応二妨害は構えられてるんで割と強いとは思うんですけど、まあ普通にそのガイアが破壊されてワンキルトラコ、わーお死にますかねこれこれは死にそうだなこれは死にそうだなこれ一応破壊せざるを得ないよね。フリーボール入ってるの。なるほど。でバチコリ割っていくしかない。死ぬ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 。攻撃表示召喚ガンマ。いやー無理だこれ。アルファ持ってきてるもんな。これダメ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 これダメ。これ絶対展開させちゃダメ。これ聖杯打ってこれこうしてこうよ。オッケー。これでベルセリオンやめてください。よし耐えたー。よし耐えた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 らでかい。クセラにあれ死者蘇生やべえ顔きた。死者蘇生とかいうやべえ顔きた。で走破するガイアでドラゴン族を相手に見せつけることによって俺は最強のモンスターを手札に加えさせてもらう。もちろんガイアソルジャー。そして墓地には竜魔道がいるのね。これ死者蘇生から入ってなんか後ろ割れに行ってもいいな。それはそれってまあでもいこっちから行かないとダメか。展開できへんか。ガイア召喚ガイア召喚効果。さあ手札からドラゴン族モンスターを特殊召喚させてもらうぜ。極限のカーストドラゴンを特殊召喚。そしてその家これねよく配置しちゃってね、フェーズアホを自分で割るっていうねプレイングよくやります。僕本当によくやります。で、魔導騎士ガイアとカーソードラゴンで融合召喚。魔導騎士ガイアで、いや多分あれ強化蘇生とかだと思うんだよな。ちょっとバトルフェーズ入る詐欺していいですか。自分マジでバトルフェーズ入る詐欺していいですか。ちょっと強化蘇生読みしてるんですよ俺あれで、こうでしょ。でバトルフェーズ入りますよ詐欺して、で多分打ってくるんですよあれ。バトルフェーズ効果使えなくなっちゃうんで多分やつは打ってくるしかない。でこのまま殴られたら死ぬからやつは打ってくるしかねえ。打ってきたカードを強化蘇生破壊する。打ってくるしかねえだろお前。それはいいよ。それは、うん、それはいい。それはいい。あのトラップカード破壊しなくても多分いける。で多分使ってくれんじゃないかな。いやーそのトラップカード使ってくんねえかな。ここで使ってくんないんだったらちょっとメインフェーズ戻るわ。はいではい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 よし完璧。よし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 完璧。龍魔導騎士ガイアの効果により強化蘇生を破壊させてもらうぜ。勝ったらこれは完全に相手を誘導できた。そしてメインフェーズはもちろん続ける。俺は融合モンスターをリリースしガイアストルジャーを特殊召喚。そしてガイアストロジャーの効果いいえ。ガイアストロジャー自身をリリースしデッキよりレベル7以上の戦速モンスターを手札に加えさせてもらう。そして俺は墓地の光属性と闇属性モンスターをゲームから除外し現れろカオストロジャー開闢の使者バトル開闢の使者。このモンスターは相手を戦闘化した場合もう一度続けて攻撃をすることができる。じゃあなもう一人の僕対戦ありがとうございました。強化蘇生一手読みハマったぜあれあったのか知らん。さあお相手の方はパンドゥーラパンドゥーラ、カオスフィールド発動。カオスフィールドの効果によってなんか好きなカオストルジャーモンスターを持ってくることができるぜ。暗黒騎士ガイアモンスターまたはカオストルジャー儀式モンスターをな。そして竜騎士へ至る道を発動。竜騎士へ至る道の効果によりあこれドラゴン族でほいそして、走破するガイアの効果を発動。暗黒騎士ガイアモンスターを見せつけることによってドラゴン族モンスターをサーチさせてもらうぜ。これおよそ最強だな。二妨害最強かで、魔導騎士ガイア召喚。これさ、お手軽に二妨害構えられるのこれやっぱどうかしてると思うんだよな。強すぎねえかなこのデッキ。やってることなんかさ、他のデッキってさ、なんか先行二妨害構えるの結構大変じゃないですか。このデッキお手軽になんかお手軽に構えすぎじゃない？その出てくるモンスターが一妨害持っちゃってるからさ、もうなんかお手軽に構えすぎ問題発生してるんだけど、なんかちょっと若干やっぱハーピー味を感じるよな。ソーライクしてんじゃっけ、ソーライクしてんじゃっけ。いやこれさすがに負けんと思うけどな。まあ弱いね、落ち方は。援軍、ああ反動は強いねあ、目覚めの戦列落ちた。やばい、やばいカードが入ってそう。ソルキウスいいね。ソルキウス強いんだよね。俺もソルキウスめちゃくちゃ強いと思ってるわ。さあどうする？援軍の効果によって何かしらのライトロードを持ってくる。アサシンライデン OK、 アサライ OK、 アサライ OK。 墓地光闇溜まってるの嫌だな。墓地光闇溜まって悪夢の章。おいふざけんなよ、強すぎるだろおい。明らかに犯罪ブームしてるぞ今、明らかに犯罪。ちょやばい強い強い、バルブ落ちた、やばい、まずい、なんかすげえ分回されてる。ちょ終わるかもしんない。ちょ待って待って待って、とりあえずレビオニアだけやめなさい。なんかねレビオニアだけ本当にやめよう。レビオニアさんだけやめようマジで。一回ちょっと墓地ひょいひょいひょいだけ本当にやめてください。今俺墓地しか見てない。これかなりやばいなあっ無理なんだってそれマジで無理。おかしいよやっぱり、絶対におかしい。月書の方がいいか、月書の裏返した方があいつ展開できないんじゃないか多分。バレーボー落ちてんだよな。月書の方が邪魔だろ多分。これむずいな。どうしたら生き残る？多分これ破壊したらなんかやばいこと起きそうだから、これ多分月書打って裏返した方がいい多分。裏返した方がいいワンチャン。これで相手こっちの走破とガイア割ってくれたら多分ワンキル取れないみたいな話ないですかね。あー自分で割っていくスタイルあ無理かもしんねえ。お母さん僕は元気に遊戯王をしています。今殺されそうです。明らかに犯罪者の手によって殺される可能性があります。バルブ効果やばすぎるいや犯罪だろこれマジ、やっていいことじゃねえよ。手数多すぎるだろ。レビオニアで除去ってから何回動く？メテオバーストやべえ、もうねえよ。ガイアソルジャーだろ分かってるだろ。手札ルミナスもいんのかい、ルミナスもいんのかい。さすがに犯罪やばいこれやってること。これやられたらこれ誰が勝てんの？無理じゃない？誰も勝てないでしょこれ、誰一人無理無理全然無理。しかもなんかクリボールも買い取られてもケアできてるマジこのデッキ。はい、そして誰もいなくなった。やっぱね俺思うんだけど、あのレビオニアっていうカードあかんと思うわ。新年最強の犯罪ムーブされた。